消火活動にあたる消防士東日本大震災被災地にて救助活動を行う日本の消防の特別救助隊消防は火災を防御、鎮静するとともに火災を予防する活動及び組織。世界各国で消防組織が整備されており火災の防御、予防だけでなく救急、救助、防災の実施機関であることも多い。ローマ市街とウィギレスの担当区。 赤いのは、古法と弊社史実として残る最古の公的な消防の記録は、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスによるものである。それ以前では、ローマでは裕福な家や神殿が指的な消防組織、トレスビリーノクター内や、史上初の消防隊として記録されている、政治家クラッススが組織した、燃えたいを安価に買い叩いてから消火する消防隊があった。アウグストゥスは、 消防や警察としての仕事を公営で行うために7000人規模のウィギレスを編成した。装備は夜景用ランプ、革袋でできた水を吹きかける、消火器、斧、マト窓、鶴橋、火の近くのものを引き寄せるフック、ノコギリ、棒、はしご、ロープ、濡れたブランケット等を装備した。周囲の家を破壊して防火体を作るための工場兵器や、 うまいポンプ車も使用した。1000人ごとにコホルスという部隊に分けられ、それぞれに皇帝から任命された総指揮官エクイテスや指揮官ケントゥリア、牧師や医者などの医療支援を行うメンバーがいた。メンバーはミリッツと呼ばれ、水やポンプを管理するメンバーはサイハネリアスと呼ばれた。アウグストゥスの消防の人員は火事を知らせるために動くと、 音が出るかな具がついた制服を着ていた。ローマ時代の火消しでは、周囲の建物を破壊して燃え広がらないようにして、地面にマットなどを引いて飛び降りる人を保護するなどの活動や予防のために各家庭に消火用水を置くよう助言を行った。17世紀まではバケツリレーと共に注射器を巨大化したような消火器などで消火を行っていたが、アムステルダムで 最初のポンプ内蔵の消防車が製造されたことで、水源から離れた場所まで水を持ってきて、火から離れた場所から大量の水を吹きかけることが可能となった。日本では木造家屋が主だった時代では、火災は容易に周囲の家屋まで燃え広がり外全体が燃え落ちてしまうことも多かった。住人がグループを組み、巡回したり消火したり、怪我人の救助、 住人らがお金を出し合って損壊した家屋を修理する損害保険なども生まれた。江戸時代には、火消しが消防活動を担った。それが現代の日本の消防署、消防団へと総合的につながって発展してきた。火災現場での消火活動と要救助者の救助。火災を未然に防ぐ予防活動。国によっては救急搬送業務を担っている場合が多く、 さらに交通事故や NBC 災害、自然災害など各種災害時の捜索救助、山岳救助、水難救助など、救助業務も担っている場合も多い。消防の施設、設備には、消防推理をはじめとして、消防庁舎、消防車用、各種資機材、通信機器、隊員の服装などがある。消防推理は、消火などのために水を供給する施設を言う。 消火栓、防火水槽などのほかプール、池、河川、海も消防推理として用いられることがある。消防は現場活動が多いため消防車両が欠かせない。消防車両は大きく消防車、その他の車両に分けられる。それぞれの車両には活動内容に応じた資機材が積載される。消防車は主に火災の防御、消火に使用される。 火災時の消防活動では、耐火性を持つ、防火、高温の加点を抑圧する場合は、耐熱服を着用する。ベルギーの対自動車火災訓練イギリスにおける、消防実施機関は、カウンティ消防、大都市圏消防事務組合、単一自治体消防事務組合、単一自治体消防の4種類に対別される。4種類の際を説明するには、まず連合王国の、 複雑な地方自治制度を理解する必要があるが、要するに、消防は地方自治に委ねられているのである。約58の消防機関があり、日本よりも広域的である。消防を所管する国機関は、内務省消防観察局と、同省消防緊急事態計画局である。消防の教育機関として、消防大学や緊急事態計画大学が、 設置されている。救急搬送業務は消防ではなく別組織が担当している。年間の出火件数は約40万件と多く、約3万5000人の消防職員が対処している。ドイツの消防車と救急車ドイツの消防隊員ドイツ連邦では特別市に常備消防が設置され、小都市にも常備消防隊員を置かれている。 総計約290の常備消防が存在している。その他は、ボランティア消防隊、約2万6000体が、消防任務に当たっている。国に、消防主管機関はなく、各州の内務省等が消防を所管している。消防教育機関も、連邦政府にはなく、各州に設置されている。消防のあり方は各州により規定されているため、細部で異なるが、 救急業務もほとんどが消防機関で実施しており、救急ヘリコプターシステムが非常によく整備されていることもドイツの特徴である。年間の火災出動件数は約20万件で約2万7千人の常備消防職員と約100万人のボランティア消防隊員が消防任務に当たっている。フランスの消防はパリとその周辺では陸軍パリ消防公兵旅団が マルセイユとその周辺では海軍マルセイユ消防大隊がその他の地域では県消防が消防業務を行っている。国の消防所管機関は内務省市民安全局救急消防部である。消防教育機関として国立消防大学校や各県の消防学校などがある。救急搬送業務は消防が行うほか警察や民間も実施している。 年間の火災出動件数は約35万件で約3万5千人の消防職員と約20万人のボランティア消防隊員が消防任務に当たっている。ジャック・ダニエルの消防団が使用していたレオモーターカーカンパニーの消防車、アメリカ同時多発テロ事件世界貿易センタービルで活動する消防隊員エアロユニオン社の空中消火器エアタンカー。 アメリカ合衆国の消防は、連邦政府、州政府、さらに各州内の地方政府である、軍市町村などが実施しているが、自治制度が大きく異なるため、アメリカの消防機関を類型的に説明することは困難である。連邦政府には、国土安全保障省連邦消防局が置かれている。大都市には、常備消防組織が整備されているが、中小都市では、 キャリア消防隊員とボランティア消防隊員とが一つの消防署に配置されていることもある。小規模自治体ではボランティア消防局が消防の主体となっていることも多い。緊急対応部署が消防業務を行う地域やケースもある。消防教育機関は全米消防アカデミー、危機管理研修所、各州及び自治体の消防教育機関などがあり。 消防教育システムが非常に充実している。救急搬送業務は消防や救急組織が行うことも民間会社、ボランティア、病院、警察、赤十字などが行うこともある。年間の出荷件数は約180万件であり、約26万人の消防職員と約75万人のボランティア消防隊員が消防任務に当たっている。 諸外国と同じく大規模な工場やアルコールを扱うウィスキーの蒸留所などでは会社が消防隊を組織していることが多い。国土や森林の面積に対して人員が十分とは言えず予算が少ない自治体は火災発生時に民間の消防会社やアウトソーシングすることもある。特に大規模な森林火災に対応できる空中消火器を保有するのは予算的に難しいため エアロユニオンのような専門会社が存在する。カリフォルニア州では山火事の消防コストを削減するため刑務所の受刑者の中で危険度が低いものに消防教育を施した受刑者消防隊が山火事発生時に防火隊を築くなどの補助作業を時給1ドルの刑務作業として行うプログラムを実施している。消防職員でありながら銃と手錠を装備し、 放火犯を逮捕する権限を有したマストという隊員がいる。中国では各省、自治区、直轄市に消防局が設置され、その内部の市、区、県に消防主体が置かれている。国の消防主管機関は中華人民、共和国公安部消防局である。消防教育機関には全国5カ所の消防式学校がある。救急搬送業務は消防ではなく、 医療機関が行う。年間出荷件数は約18万件で約11万人の消防職員と約300万人のボランティア消防隊員が消防任務に当たっている。大田消防本部南部消防署の訓練の様子韓国ではソウル特別市、広域市、道、正さ市に消防本部が置かれ非常に広域的な消防機関が組織されている。 国には2004年に消防防災庁が設置された。消防教育機関としては中央と地方に消防学校がある。救急搬送業務や救助業務は消防が行う。年間の出荷件数は約3万件であり、約2万3000人の消防職員と約8万人のボランティア消防隊員が消防任務に当たっている。日本では 消防は市町村が責任を持って果たすこととされている。日本の消防機関には消防本部と消防団の2種類があり、ほとんどの市町村には消防本部が置かれている。消防本部が置かれていない市町村では消防団が主として消防活動を行う。東京都の特別区においては都が消防本部を設置している。国の消防機関としては総務省に 消防庁が置かれており、各市町村の消防を統括している。消防教育機関には、消防大学校と消防学校がある。一部の地域では、単独で常備消防を設置することが困難であったり、総務省消防庁が消防の広域化を推進していたりすることから、複数の市町村が連合して、特別地方公共団体である一部事務組合、または、 広域連合を設けて消防本部を設置していたり近隣の市町村に常備消防を委託していたりする場合もある。東京都稲城市と島所部町村を除く東京都内の各市町村は東京消防庁に消防業務を委託している。救急搬送業務と救助業務は消防が行うこととされている。年間出荷件数は約6万件で、 約15万人の消防職員と約90万人の消防団員が消防任務に当たっている。4時熟語。ありがとうございます。